食べて渡して、食べて渡してを繰り返しています。すごい。取ったよ、すごい。で、レッサーパンダ、寒いのが大好きです。で、暑いのが苦手。で、体中ね、ふわふわな毛で覆われてます。あ、うまいの。気がする、気がする。はい。で、手袋もしっかり履いてまして、手の足の裏にもね、毛がいっぱい生えてます。で、猫や犬のように肉球も少しあるんですが、肉球もしっかりと毛で覆われています。で、寒いところに住んでいるので、手袋を履いているような感じになっています。で、とても、毛が生えているのでちょっとね、滑りやすい手足をしています。で、滑りやすい手足なんですが、木登りが得意です。で、木登りが得意なのはレッサーパンダ。鋭いカギ爪が生えています。猫のようにね、出たり引っ込んだりするカギ爪がありまして、このカギ爪を使って、針のようにね、刺してくちゃくちゃと刺しながら木肌に刺して歩いていきます。ですのでね、ちょっと、この作業着でもね、軽く穴開いちゃうぐらい鋭い爪になってます。今日はちょっといつもよりお腹が空いてるような感じでしょうか。で、レッサーパンダ、冬の方がね、元気です。で、体中ふわふわな毛で覆われているので、寒さからこう体を守ってます。ですので、冬の方がね、元気に走り回ってもね、汗をかかないぐらいの感じです。で、毛が生えてないのは鼻の頭ぐらいで、みっしりとね、毛が生えてます。で、雪の上でもね、すごくへっちゃらです。で、ここにいる3頭は、お母さんと子供になります。で、お母さん今そちらにいますね。お母さんココと言います。で、ここにいるのはちょっと大きめなんですが、去年の7月に生まれた、子供で北斗と言います。で、その後ろにいるのが2歳のお姉さんで、金というお姉さん。金はい、もう2歳になるとね、大人になります。で、大体2歳ぐらいで大人になるレッサーパンダ、子供を産めるような、大きさになります。で、金の、兄弟がいまして、銀というのがいます。金の兄弟の銀はこの一つ後ろ側、今エイタというオスと一緒にいます。で、レッサーパンダ、繁殖期、結婚する時期が年に1回だけあります。で、短い期間なんですが、1ヶ月ほど、この今寒い時期、この時期に繁殖期になるので、千葉から来てもらったエイタというオスと、丸山動物園までの銀が今この一つ空いた後ろの方で、一緒に同居してもらって、うまくいくと、今年の7月ぐらいに赤ちゃんが生まれるかもしれないということで、今一生懸命頑張ってもらってます。で、金銀、北斗のお父さんですね、今日は室内の方にいまして、今別居中です。で、動物園、日本全国で、ね、レッサーパンダ飼育してまして、繁殖、してます。で、繁殖させたりさせなかったりということで、計画がちゃんと立てられてまして、今日は、今年は北斗のお父さん、セータは、繁殖しないで、いてもらうという感じで、今別居してもらっています。で、この後ですね、屋内、屋外あげてないレッサーパンダにまた餌あげたいと思ってますので、時間ありましたら、そちらの方も、ご覧になってみてください。はい。それではレッサーパンダ、お話これでおしまいになります。どうもありがとうございました。あ、お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 、